今日は大事な試合と言われてて、よかったです。監督にもこの試合勝たないやばいって言われて結構緊張したんですけど、勝ててよかったです。みんな走りのトレーニングよかったので、守備を頑張って、そこからショートカウンターっていうのを大事に頑張ってきました。攻撃は4点取れたので良かったと思いますけど、守備の面で課題がいっぱい出たので、そこをみんなで練習していきたいと思います。自分のミスで結構失点したんですけど、フォワードの選手たちが点を取ってくれて助かりました。パスミスとかをあんまりしないようにして、ショートカウンターで点を取っていきたいと思います。守備で守って相手の隙を突いてショートカウンターをしていきたいと思います。インターハイではベスト4以上に上がって強いチームを倒していきたいです。